元気は嬉しい。あ、最後に監督にも聞きたい、うんうん、俺まずね、今回、うん、まあ、この番組も今出させてもらいましたけど、うん、その47都道府県のショップ周りとかアンギャの旅をまずやれたのは、うん、イベルトさんが、うん、協賛してくれて、うん、太っ腹なとこ見せてくれたから、うん、こんな貧乏メーカーが行けたんですよ。ありがとうございます。本当これはもうどんなに言っても足りないぐらい感謝しております、うんうん、俺はやりたいと思ったって、はい、実際これだけの人間が行って、うん、すごいやっぱり大変なことなんで、これを協賛していただけたから実現できたんで、本当ありがとうございました、はい、それと本当に楽しみに待ってきていてくれた全国の本当ショップの人たち、うん、温かく迎えてくれた店長さん、はい、スタッフの皆さん、あとは待っててくれたユーザーの皆さん、変態野郎本当にそれはねありがとうだね。で、何ですか、今リーダーのレイちゃんも言ったけど、うん、無料動画の件もありましたけど、うん、本当にこんなインターネットとかデジタルがどんどん進んで便利になって、うん、こんな風になるって、はい、多分10年前20年前、はい、ここまで思わなかったと思う。思ってなかったですね、うん、もしかしたら本当これを作ったさ、ね、人もこうなるって思ってなかったかもしれない。そうですね、うん、で本当にクリック一発でコマンコは見えちゃったりさ、うん、動画が見えちゃう時代になっちゃったんだけど、はい、俺はね、はい、今ニコ生見てることの中で若い子もいっぱいいると思うけど、若い子いっぱいいます、うんうん、俺は不幸だねって思ってるの。あ、俺らの頃、はい、女の子のパンツの中見るって大変なんだよ。それは本気で命がけじゃなきゃ見れないわけ、うん、だからパンツを脱がそうとすると、うん、命がけだしエネルギー使うんだよ、ね、でもその時見れた時の感動ってすごいの。遠回りした分ね、うん、助走が長い分やっぱりものすごい感動があるわけ、うん、あと見た時のその子の生のリアクションってあるんだよね。うん、ありますね。でもさ、うん、クリック一発でそれが見れたって、うん、そこにはリアクションはないよ。まあ、まあ簡単にね、なっちゃうところもありますもんね。いやだから情報の一発で、うん、自分が体験したことじゃない、うん、だから俺は言いたいの、うん、全国のね、うん、ショップさんに行って、うん、自分の目で検索で調べてどうのこうのじゃなくて、自分にとってのワッとくる子を見つけてほしい、うんうん、みんながいいって思う子がいいんじゃねえんだよもっと甘るおじゃくになれよって言いたい。自分にとっての好きなものをもっと見つけてほしいなって俺は思います。あ、やっぱりショップってすごい夢がある、うん、だから今回行ってみて、うん、だから俺はまだまだこのショップっていうのが元気になってほしいんで、うん、ぜひ全国のショップさんが起点になって、はい、それぞれの地域の変態サロンになってほしい変態サロンに育ってってほしい、うん、でもうイベルトさんもしょっちゅうやってますけど、うん、絶対このセクシー女優たちのイベントに生で見に行ってほしい、うん、今日のこのいっぱいレジェンドを見て行きたいなと思ってくれたやつがいたら、うん、最高だよ。ねえ、嬉しいですね。あんたビンタされたりさねえ、まあ6発ぐらい3発ぐらいされて、うん、ハグされたり、はい、もうそれはありえないじゃん普通じゃ。ありえないですね、うん、インターネット見てるだけじゃないよ。まあそうですね、直接会わないとね、うん、G が触れたでしょ。 G が触れましたね今日2個も2個も 2G 触れました 2G でしょ、はい、全然違うでしょ。全然違う、うん、うん、だから俺はこういうね時代になったから、はいはい、こんなニコ生なんかできたんですよ、まあそうですね、昔じゃありっこないよ、まあ、便利っちゃ便利ですね。いや便利だし、うん、今までテレビでやんなかったもんが見えるわけじゃん、はい、だからこれはこれで素敵なもの、うん、素敵ですね。でもすごくショップそのアナログで、うん、そこで人間と人間が触れ合えるっていう、うん、熱を感じるっていう、うん、やっぱり場所に行きましょうよ、うん、みんな引きこもってないで。俺はそれを今の若い人に一番言いたい。まあ、そうですね、うん、まあ言わせて、はい、今年もうすぐ60になるけど、はい、俺の世代が死んだらもういいやついなくなっちゃうからな。もう最後もじゃあ取り入れだってもう泥団子で遊んだ最後の世代になってくるわけですよだから言わしてよ、うん、まあね、こういうクソジジイがいなくなったらもう誰も言わなくなっちゃうから。いやでもそういう言葉っていうのをやっぱ発信してくれる人がいるとやっぱねちゃんと受け取る人もいますからね、うん、まあ、そういうイベントが、まあ、ちゃんとねイベルトでいろいろ情報で載ってますから、
皆さんしっかりご覧になってね、まあ、興味があったら、行っていただければなと。純ちゃん今日はありがとうね。いやいやもうスケボーでやらせてもらって。いやいや今日楽しかったっすよ俺も。バカだな。結局最後はバカに行き着くんだね。書いてあるよ。プレゼント告知忘れないで。俺が読むやつだから。なんで監督が読むの。俺が読むやつだから。それ今からバシッと決めるのだからそこ。いや決めてください。というね、いいお話も聞けましたけど、お時間が来てしまいましたので、最後にちょっと番組の方からプレゼントのね、お知らせを。ちょっとね、させていただきたいなと。で、まあいつもやってるんですけど、今日ゲストでいらっしゃったあのね、M ジョ軍団の方と東次郎監督のサイン入り色紙を、これ1名様ですよね。3名様にプレゼントいたします。で、これハッシュタグ、ツイッターでハッシュタグ生イベルトプレゼントと打っていただいて、つぶやいていただいた方の中から抽選で3名様の方にこれプレゼントいたします。ちょっとごめんね、見えづらいね。プレゼント見えた。いたしますので、皆さん どしどしご応募ください。よろしくお願いします。純のサインも欲しいって書いてるから混ぜろよ。え、俺入れ書いてていいの？いいよ。だって書いてあるもん。純ちゃんのサインも入れてって。あ、じゃあちょっと端っこの方に。いや、大きく入れて。うんこちゃん。せん、あ、じゃあちょっと今待ってあげますか。うん、書いちゃって。嬉しいんだよ。みんな純ちゃんが欲しいんだって。あ、じゃあ書いちゃいますね。じゃあ監督なんか最後に俺文字書いてるとき喋れなくなってますよ。じゃあ俺は喋ったわけ。うんこちゃん。地名じゃあみんなで言ってあげて。せーの、うんこちゃん。嬉しい。俺もちょっと俺の際もね、僭越ながら書かせていただきましたんで、これ3名様にプレゼントいただきますので、皆さん ぜひぜひご応募ください。これプレゼントなんで、ちょっとじゃあこれプレゼントなんで、ちょっと下に置けないんで、はい。まあね、以上、何時間ですか。ちょっと時間経つと早かったですね。出てきた。3時間。あ、ほんと3時間ですよ、うん、今日コーナーなしのただただぶっ続けトーク、うん、3時間。いや、まだまだでしょ。よろしくでしょ。マジっすか。これからエンジン上がってくんでしょ。もう監督、多分カメラ回ったらもうあれ明日のジョーみたいになってるし、もう もしかしたら死んでるかもしれないからね。いらないよ。本当にそれぐらい今日ちょっと頑張っていただきまして、本当ありがとうございました。で、ちょっとですね、お時間になりました。番組からまず告知があるので、ちょっと告知の方をさせていただいてもよろしいでしょうか。まずはこちらの VTR をご覧ください。どうぞ。生イベント第8回生放送、2016年4月10日の日曜日、今回はなんと秋葉原 M ズさんの M スタジオにて公開生放送。さらに生イベント初、まさかの女優なし、男だけで男による男のための男が大好きなトークをお届けいたします。気になるゲストはこちら。どうも、韓国放送のポリフェ、あ、間違えた、小山みどりと申します。今回ですね、生イベルトモザイクなしトーク頑張りたいと思うんで、よろしくお願いします。格闘ゲーマーの黒人です。下水話しに行きます。生イベルトよろしく。オナニー、女、セックス、もちろん AV も、ゲスな話が大好きな生主3人が集結。さらにスペシャルゲストはこの方。はい、男優歴18年、出演本数8000本、抱いた女は8500人、 AV 男優のシミケンです。うんこちゃんと AV 男優のコラボ、絶対生で見ろよ。ということでですね、次回の4月10日の生イベルトは公開生収録で、生放送ももちろんお届けするということなんですけど、ちょっと詳しい説明を私だとちょっとうまくできないので彼からお願いします。彼からっていうか浦方さんが説明してくださるようなんで、はい、よろしくお願いします。これ声乗ってるんでしょうか。大丈夫ですか。 ありがとうございます。皆様毎回見ていただきましてありがとうございます。社員の A です。来週じゃないですね、次回の生イベルト公開生放送について説明をさせていただきます。ちょっと長いんですが、聞いていただければありがたいです。今うんこめの方に、予約枠を貼らせていただいてます。で、もちろん、有料でのイベントにはなるんですけれども、無料で生放送をさせていただきますので、ちょっと地方に住んでて遠くて来れないよとかっていう方は生放送を見ていただければなと思っております。という前提の中で、ご説明なんですが、公開生放送、秋葉原で4月10日に、行います。秋葉原のエムズさん、にスタジオをご協力いただきまして、エムズスタジオというところで、
公開生放送をさせていただきます。で、入場には条件がありますのでご説明します。18歳未満は、申し訳ないんですがご入場いただけません。入場にはチケットが必要になります。で、有料のチケットというわけではなくて商品をある程度買っていただくとチケットがつきますというものになっております。チケットは、現在絶賛配布中でございます。イベルトの公式ツイッターでも告知しましたが、エムズさん店頭で買っていただきますか、もしくは、通販対応させていただいてますので、エムズさんの通販サイトで、G プロジェクトの商品を税込みで3240円以上ご購入いただければ1枚お渡しをさせていただきます。はい。で、イベルトの、ツイッターアカウントに後ほど、こうやったらチケット買えるよとか、あとはですねイベルトの、イベントについての詳細ページのリンクを、更新いたしますので、そちらをご覧いただいて、当日ご来場いただけるとありがたいなと思っております。チケット自体はなくなり次第終了となりますので、皆さんですね、お友達とかお支え合わせの上ご来場いただけるように、ご来場いただけるとありがたいなと。すいません、すごい緊張しちゃってますね。はい、すいません。はい、で、一応ですねイベント自体は、まあ、有料というか商品買っていただいたらっていうものになりますので、例えば大人のおもちゃをですね、買っていただいて、おまけで公開生放送が見れるよというものになっているんで、商品自体はお手元に残りますので、そういったところも加味してご判断いただければなと思っております。ショップさんにですねぜひ足を運んでいただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。以上です、ありがとうございます。というね、ことなんで、皆さんぜひね足をお運びいただければなというふうに思っております。いやー、ということでね、番組のもこれで終わりなんですけど、まあまあ先ほどちょっと感想をお聞きしたんですけど、この番組に出ていただいた感想をまたお一人ずつお聞きして、はい、ちょっとね感想と告知をちょっと皆さんにしていただきたいなと思います。じゃあ原美織ちゃんから感想と告知をお願いします。はい、はい、重ね重ねなんですけれども、全国にのショップさんも回れなくてすいませんでした。本当に私イベント好きなので、うん、機会があればというよりも、もっと自主的なこう気持ちで全国のお兄ちゃんたちの元に行きたいと思います。今から行けって方に。え？ちょっとあ、そうなんですよ、ちょっとまだ都内でお仕事があるんで。いいや、宅配ションベン。宅配ションベン。宅配おちっこ。やってみたいですね。はい。ツイッターもフォローしてあげてね。はい、ツイッターもフォローしてください。で、都内でのお仕事っていうのがですね、うん、明日、明後日、24日ですね、うん、新宿レフカダで、私パラダイステレビの女子アナウンサーやってるんですけども、女子アナのイベントがあるので、そちらぜひ足を運んでください。来れないお兄ちゃんたちもニコ生で、見れるみたいなんで、ぜひ見てください。でその後、23時55分から生放送も出演するので見てください。あとはツイッター見てください。原美織ちゃんです、ありがとうございました。じゃあ、鶴田かなちゃん、感想と告知をお願いします。はい、はい、今日は見ていただきありがとうございました。この番組を見てこうドグマさんを知っていただいた方がこう作品を見てくれたら嬉しいです。これからも頑張るのでよろしくお願いします。頑張れ。はい、ありがとうございます。告知はないの？ないですね、特に。ありがとうございました。告知はある。告知何ある？来月、うん、かなちゃんが、うん、やばいことを俺とやります。じゃあそれはね、ツイッターで随時お楽しみに。お楽しみにということで、はい、また新作が出ると思うので、はい、よろしくお願いします。わー、楽しみですね。どんな作品になるんでしょうか。ありがとうございました。じゃあ星川真希ちゃん、感想と告知の方よろしくお願いします。はい、今日はまたうんこちゃんと、監督と M 字王軍団のみんなと一緒に出られてとっても楽しかったです。イベルトさんのおかげで全国回ったっていう気持ちが、まあ、今になってすごい感謝の気持ちが結構来てじわじわ来て、今日またなんか改めてありがとうございますという気持ちでいっぱいです。告知は
4月の23日に秋葉原のサンショップさんでドグマさんのサイン会をやっていただきます。ぜひ来てください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ツイッターのフォローしてあげてね。お願いします。じゃあ、続きまして美咲ゆうちゃん、感想と告知お願いします。はい、長い時間お付き合いくださいましてありがとうございました。なんかね、この部屋入ってきた時すごいね、このセットが すごくて、ね、豪華だよね、うん、本当にね。あんまり普段緊張しないんですけど、立派なとこでやらないからね。そう、びっくりしちゃって、うん、どうなるんだろうって思ってたんですけど、うん、楽しかった。楽しかったです。うんこちゃんとイベルトさんとね、 TJ といつもの M 女軍団のみんなで出れて本当に嬉しいです。これからもこのメンバーでレイ様がね、5月にね、はい、いなくなっちゃうけど、でも、でももうちょっといる。もうちょっといる。例えば5月までで、イベントは、うん、もうちょっといっても大丈夫です。ね、いや、もうずっといてほしいちょっといても、これからもみんなで頑張っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。告知は？告知私特にないので、ツイッターを見てください。ツイッターフォローしてあげてね。じゃあ、はい、よろしくお願いします。美咲ゆうちゃんでした。ありがとうございました。リーダー、じゃあ、まあ、監督抜かしたら最後になるんですけど、はい、リーダーの水野レイさん、はい、レイ様、感想と告知お願いします。はい、47都道府県、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。私もね、少しですけどね、お手伝いさせてもらいましたけど、うん、これからも AV 業界が盛り上がっていけばいいなと思います。私5月末までで引退じゃない、撮影が5月末までで終わって、その後はリリースごとに順次こう、うん、イベントをやるんですけれども、はい、もう会いに来ていただける機会がだんだんこう減って、そう、少なくなっちゃってるんでね、生のレイちゃんに会える機会がね、なんで久しぶりの方とかもね、会いに来てほしいですし、初めての方も遊びに来てください。いつも来てくれてるあなたたちは必ず来るように必ず来るように。3月31日に、どこ、M's 秋葉原店さんで、はい、グローリークエストさんのイベントが、17時5時からあります。葛西亜美とダブルイベントなんですが、うん、来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。みんなレイさんでした。以上です。ありがとうございました。じゃあもう最後、大鳥東次郎監督、はい、今日はいかがでしたでしょうか。感想と告知をしていただきたいですけど、感想というか本当に今日は、うん、俺と、うん、東次郎とね、うん、M 女軍団にオーダーさせてもらって、うん、こんな好き勝手やらせてもらって、うん、本当にまたイベルトさんに感謝です。楽しかった。楽しかったですね、今日。本当楽しかった。なんかそこら辺の飲み屋で買ってやったみたい。あ、いい意味でね。なんかね、ニコ生とかそんなの意識しなかったね。俺も今日全然意識しなかったね。もう、純ちゃんと好き勝手やれた気がする。うん、俺もう純ちゃんぶたれてるの見て嬉しかった。嬉しかった。耳真っ赤になってるな。耳真っ赤になる。可愛い。愛よね。はい、良かったね。受けましたね。うん、それも良かった。はい。で、告知っていうか、うん、いろいろありますけど、昨日もね、うん、俺秋葉原さんで、秋葉原で、はい、買取マックスさんのイベントやってたんですけど、かすみかおちゃん、やっぱり引退するかお、うん、ちゃんのM ドラッグっていう伝説のやばい肉便器にかすみかおちゃんが出たんで、うん、その記念のイベントやったんですけど、うん、あれだけ彼女も長い11年やってきた、うん、本当レジェンドの、うん、ああいう女優がね、本当にやったことない、ここまでハードなことやると、うん、どのぐらい強烈なんだっていうのが、うん、全部集大成こもってると思うんで、うん、ぜひこのニコ生今見てくれてるみんなに、うん、かすみかおが東次郎とやった3部作、うん、見てもらいたいと思います。はい、でまた来月からも続々ここにいるメンバーも出てます、うん、また強烈な楽しみですね、作品をみんな続々やります。はい、これからもぜひドグマともども、うん、もっと言うとまたさっき言いましたけど、うん、全国のショップさんである、うん、イベルトの、うん、セクシー女優のサイン会、うん、イベントに
ぜひ生で見に行ってあげてください。よろしくお願いします。純ちゃん今日はどうもありがとう。ありがとうございました。本当にありがとう。本気の監督でした。ツイッターもフォローしてね、監督の。今日本当にね、俺も楽しくやらせていただきました。本当ね、3時間あっという間でしたけど、またぜひね、はい、あの監督にも M 女軍団の皆様にもね、あの出ていただければなというふうに思っております。いつでも来ちゃうよ。いつでも来てください。でもちょっとあんまり来すぎると胃もたれするから、できれば半分に1回くらいかな。ということでね、次回また再来週お会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。どうもありがとう。バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎、ありがとう。生イベント生反省会。反省会、今日は監督もね、せっかくだからね、一緒に反省会していこうと思うんですけど、今日監督どうでした。俺はもうまあ放送のノリとかじゃなくて、どうでした俺今日は。え、純ちゃん、うん、純ちゃんどうでした。純ちゃんもっと騒いで。あーね、うん、もっともっと。だから純ちゃん一人でずっとニコ生やってきた時みたいに、うん、暴走しちゃっていいと思う。まだまだやっぱ、うん、だからその暴走する部分と、うん、やっぱりいろんな人が来るじゃない、うん、その人たちを生かすっていう、この両方がもっともっと余裕を持ってやれるようになったらいいかな。いやもう本当にありがたい言葉、ありがとうございます。いやそれ思うよ。うん、ちょっと頑張ります。ものすごくやっぱり純ちゃん天才なの。いやいや、いや本当に天才なの。一人でやることに関しては天才なの。もう突き抜けてんの、うん、でもこれなんだろう、他の人間と、うん、やっぱりいろんなトークをやっていくってなると、はい、また今一人でやってきたことのとは違うあるがある、うん、人の良さを生かしてあげるっていう、はい、でも絶対天才だからいける。いやもう嬉しい、監督そのことだね。いや本当そうだよ、天才だもん。嬉しいな。てかいいやつだもん。聞いた今。だそれが一番なんだよね。おいおい、まだ聞いてたか今。やっぱりいいやつだよ。いいやつなんだよ。それが一番だよ。ね、本当に監督もいいやつだよ。いいやつだよ。すげえいいやつだの本当に。いいやつだよ。いいやつ。ふざけてんじゃねえこれ。お父さんにいいやつはねえだろ。そうだ、パパなんです。パパ。皆さんはどうでしたか。今日の放送どうでしたか。どうでしたか。なんか俺にね、なんかこうした方がいいよっていうのがあれば。あ、面白かった。ありがとうございます。パパって書いてある。パパ。パパ。俺はうんこちゃんのパパだよ。あ、よかった。あ、最高。ありがとうございます、ね、アンケートでも皆さんすごいいいね押していただきまして、まあでも嬉しいよね、ああいう、うん、ね。どうなの、スタッフの今日の反省会、俺はどうなの。いや、よかったです。やっぱ トーク上手くなってますけど。本当に俺全然なるよ。ただ、東次郎さんの今日良さがむちゃくちゃ見えちゃって後半の回しね、半端ないと思って。すごいよね、思ったんです、うん、修羅場の数が違う。俺28年だよ。AV 撮って28年だからね。ね、昨日今日じゃねえよ。やっぱもう純ちゃん目指す先見つかりましたね。そうですね、ゆくゆくは。そう、今即答できなかったところは申し訳ないですけど、もう監督みたいな男に俺もなっていこうかなというふうに思ってます。まあそんな感じですかね。まあ次回もまた、もう今日本当に楽しくやらせていただきました。監督ありがとうございました、うん、またもう本当にね、これからもまた楽しいことやりましょう。楽しいことやりたいですよね、うん、またぜひよろしく。狂ったことやりましょう。本当にちょっとなんかそれが一番です。もう狂ったことやりたいです。いやだからほら、うん、どうしても、うん、ね、世界的にどん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 暗くなってるでしょ。暗くなってますね、不況だろなんだろうってね。そう、いろんなことが暗くなってるでしょ、はい、毎日暗いニュースが当たり前でしょ。ありますね。だからなんか明るい楽しいことをちょっと やりたいですね。やろうよ、それだけいけない、うん、そういうなんか明るいニュースをね、うん、日本全国に届けられるようなスケールめっちゃ大きくなってるけどね。そうやりましょう、世界を変えるんだ。それぐらいの勢いで俺たちは。加藤純一うんこちゃん、世界を変えろ。任せろ、任せろ。今日の放送は以上となります。皆さん本当にご視聴いただきましてありがとうございました。また見てね、4月の10日公開生収録ありますからね、また見てね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ごめんね、はい、うんこちゃん今日なんか声援大きいね。